見られたら男子は負けねえ、正義に俺勝ったら、俺勝ったらじゃあ1人10円頑張る男子のシュートもいいじゃねえ確かに現役だからね、だから半分だから5名以上決めたら俺たちの勝ちだ、イエーイ男子を負けたらそうそう男子が全員決めてもまだ5人だから。いや本番どうだ、緊張感ありますよ。チップでね、チップでありがとうっす。チップでいいよ、自腹だ、決めたい。あー2番の方、あーキックもいいな、アイスもいいな、アイスがいい、アイスがいい、アイスもいいな、男子はアイスで試合中に。あやばい、これ駆け引きですか。とりあえず男性はとりあえず絶対決めるのが必須よ、ね、もう4人だから。で女性が1人でも決めれば勝ちはある、ね、そうだね、男性は必ず決めないと全然あるね、これ。で PK は基本的に7割は成功するって言われてる。じゃあその3人やった、ゼロ割だ、やばい、頑張って。切る前に次ハードル上げられた。はい、今日皆さん P 皆さん外して終わった。あバッシュもうまい、読んでたな今。もう出るやっちゃった。じゃあガールバチ行こう。ああいいよいいよいいよ、見てない、まだ雑誌を見てない、見たいもん。もういいのピーッ。ああやばい、これで終わりじゃない、晴れちゃう、晴れちゃう、終わり、ゼロ本、まだゼロ本か、もう一回でしょ、もう一回。すげえ不利じゃん。これ確かに練習の回。練習でしょ。練習。2周で5本。初めてやる人もいるから PK ね。はるちゃん行こう。ピー。いい経験だよ、だからね。いい経験。いい経験。そしてまだ誰一人として決めていない。タショさんスーパーキーパーになってます。メイカちゃん行こう。メイカ。おお。全部止めてんじゃん、すごいね、みんなラッピーラッピーキャップ入れたら3点だよ、3点なんだ。ダフったぞ、3点のプレッシャーが。テナさん決めてもらって、スカッと、スカッと一発、巻きの分でやるか、スカッと一発、巻きの、あ、後ろ見てるやつですか。ピッ、あー惜しい、もう0点だったらかっこいいよ、ダッシュが逆に、ダッシュ逆すげえ、ここならさ、決め、あ、ここ決めないためよ、ここ決めないためよ、いけ、勝つぞ、ピッ、うぇーい、じゃあ2周目いきます、1周目、じゃあちょっとポイントを確認しよう、せっかくだから、オッケー、2周目、ぜひ女性にも点決めてほしい。私は聞いてダメだよ、うん、え、作戦会議だから。じゃあ1個ポイントね、1個ポイントね、オーケー、キーパーから見てみんなが来たシュートをこっちだからこっちって相当思う、飛ばないんだよね、キーパーは。大体蹴る前の目線とか蹴る前のこの足の向きとかを見て大体こっちから予想して大体飛ぶんだよね、キーパーって。だから逆に言えばなんかなんていうの、そういう蹴る前を見てるからもう一生懸命隅とかここに思いっきり蹴れば大体取れない、大体入るんだから、まずはまずはキーパーがいないところに蹴るということで、でキーパーも基本的に勘で飛んでるから蹴る前も目線とかどっち蹴るかなっていうのはちゃんと駆け引きする、蹴る前が大事よ、 PK は OK、 心理戦でもう 100% 決まっ、もう 50% 決まってると言っても過言ではない、 OK、 そしてあとは一生懸命蹴るで、でフットサルのキーパーはこのまま綺麗に横飛びしてキャッチーなんてそんなかっこいいことじゃなくて、もうみんな体の面でこうやって止める人がばっかりだからね、もうみんな予想で飛んでるからさ、本気でぶち込んでやりましょう、はい、うん、だから女性もしかしたらそのどこに飛ぶか分からない闘技区でボンって蹴っちゃうとかもひょっとしたら効果的かもね。ちなみにダッシュの弱点みたいなね、ダッシュは敏捷性が低いから足元弱いんじゃない、足元な、聞こえてる聞こえてる、ああ足元多分弱い、この辺行ったらもう負けですよ、うん、上は信じない方がいい、あとこの辺ね、OK、 それも下手に行ったら、そう、ここ入りやすいって、ここ、この辺の手の動かす、そっかそっか、ここいいみたい、ここいいんじゃない、当たっちゃうから、
よし、この辺のやっぱ手の、そう、このところが難しい。